ただ才あらば用いる。この国は今未曾有の危機に瀕している。慢性的な食糧問題、この国にとって相馬こそが最も必要な人材。もし私が家族になってしまえば、この国に留めておけるかしら。才ある者よ、こたびは呼びかけに応じてくれたこと感謝する。我が部族の戦士は主以外の者には頭を下げません。できればもっと陛下の国の歌を教えていただきたいです。我が地で陛下の覇業を支えたいと存じます。はっ、ひゃい。次の食材はこちらでございます。勇者とは時代の変革を導くものだと言われています。一見国は平穏を保っている。これがいつまで続くのか。あとは衰えるだけであったこの峰が最高の機会を得た。貴公は大バカ者だ。開門。もう後戻りはできねえ。あとは空軍大将としての意地を示すだけ。相馬は私が嫌い、これからも恋しないって言い切れる。捕獲目標は国王相馬。我らがバルガス家の武威を刻みつけてくれ。結局お腹が空いていたら道徳も愛国心もないんだよ。そうだろ。あなたってすごく現実主義なのね。現実主義勇者の王国再建記、2021年7月より放送開始。